どうも皆さん、マグニでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ピンマイク運用ウームキャンプ部の後のまだピンマイクです。はい、これね、師匠がなんかツイッターでやいのやいの言ってるのと同じタイプですから、また改めてですね、こいつの使い方動画出そうと思ってるんですけども、まあ、そんなことはさておきまして、本日はですね、視聴者の方にですね、私の相棒とも言えるマグリーさんね、マグリーさんっていう名前なんです、鈴木エブリーのパーツをいただきましてですね、なんとお手製なんですね。だから今日はそれをね、装着していこうかなと思います。で装着していくんですけれども、まあ、ついでになんか車の中ね、さっき触ってないので、もう完全にこう入って出て入って出てと1年ぐらい経つんですよ。ぶっちゃけ購入させていただいて、購入した納車の時の動画もありますよ。そっからもう1年ぐらい経ちますよ、もうすぐね。言うて車中泊そこまでできてないし、車中泊のバリエーションってこう作りづらかったりするんだよな。うん、こう車に関するコンテンツをやっぱりどんどんやっていってもいいのかなというふうにも思っておりました。その時にですね、もういただいたものが、ちょっとこれあれかな、透けて映っちゃうかもしれない、お手紙を添えていただいてですね、まずは一つ目、じゃじゃん、はい、見てください。これシフトレバーにカパッてひっつくやつなんですね。なんかこれもあの純正パーツになんか書いてくれたのかな、純正というか、そういう、こう市販されてるものにこうご自身で書いてくださったととか、実はまだ2つまだパーツがございまして、こういうの、要するに私、皆さんご存知でしょうか、ま、あのゲームチャンネルの方もございましてですね、マイクラ実況やってるんですよ。その時のキャラクターのこれ顔なんですね、2つ、はい、でこっちにもその顔が書いてある。これをね、装着していきたいなと思っております。今日、はい、お車のね、お仕事をされてる方からいただきましてですね、お手紙も添えてありましてですね、バルブ、エアバルブキャップといって、車 の空気のところにひっつけるやつなんですけど、そのキャップの方はちゃんとしたやつなんですけど、そこにこうつけてるサイコロは完全手作りだということで、ありがとうございます。いただいたものをつけさせていただいて、まあまあオートバックスか、あのイエローハットかなんか、その辺行ってですね、車の中をきっと綺麗にしていこうかなっていうのが、まあ今日のね、まあまったり動画ということで、お付き合いくださいませ。マグネさんもマグジュさんもいるので、お二人を連れてですね、ちょっと行こうと思います。それでは、はい、到着いたしました。オートパックスにやってきました。店内の方行きたいと思います。行ってきます。買い物終了いたしました。全然掃除してなかったんですよ、マグリーさんの中なので。ほら、これ今あのオートパックスで流行りのゴードンミラーのなんかやつですな。とりあえずこれで掃除して、で他にもいろいろ買ったので、それをね取り付けていきましょう。掃除してる。皆さんに衝撃映像をお届けしたいと思います。ご覧ください。すげえ汚いでしょ。あ、ちょっと見えたね。すげえ汚くない？はい、じゃあこれを、じゃあ今日はありがとうございましたっつって。お疲れ様でしたっつって。1年でやっぱこんな汚いよね。そうですね。まずはさ、これでしょうよ。違いますか？吸盤タイプです。吸盤タイプ、ラブ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 。おお。おお。これが大元ですわ。これをせっつけて、そこにせっつけるということですね。じゃあつけていきましょうね。はい、そう、これをね、これにせっつけて、こうやるんじゃないかなと。まあこれも同じ仕組みなんで。あ、そっか。そうそうそう。どの辺でやる？この辺でいいんかな？充電でしょ。はい。こうですかね、やっぱり。ここにこう画面が来る感じですわ。電流を聞かへん。そうなんですよ。だからちょっとドキドキします。さっき本体とこことこう。この丸いところをピッと合わせてギュッと締めたら、もうそのまま角度で動かなくなりますから、こんな感じですね。これ一応前にも出るんだよな、前にも出るし、ね、ここの角度も変えれますから、ほら、こうこう、ね、この赤いのを剥がすんだと、赤い方をね、でこうやるので、一応もう一回確定させといて、この辺でいいよね。ちょっと湾曲してるところにつけないでくるんです。どこ見ても湾曲してんねん。で、ここまだまっすぐやな、ここ。うん、このそんな後ろでも大丈夫。ちょっとそこを確かめたいと思います。うん、ここの角度も変えれるんで、こうやって、うん、はい、いいならいいよ、こうやって、いいね。うん、決まりですよ。よし、いつでも来い。お、行くぞ。なるほどな。そうそう、それもそういうことな。そうそう、この辺かな。行くで。うん。痛。もう無理やで。ちょっと湾曲してるやんけ。大丈夫かよこれ。で、さらにここでフィルムも剥がす。こやつの出番ですが、パチっていうのがないんかなこれ。なんか
ベタベタしますここ。してたね。うん。めっちゃ勢いでったけど大丈夫。ついたんけこれ。つく瞬間もうええわってなったやろ。まあなんとかなるわって。うん。最後のスッと下ろすときそんな気がした。あそう、やっぱり動きでわかる。うん。せん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 。せんだらけやけどなもうここ。びっくりした。なるほどなるほど、はいはいはい。これでもう充電できると。そういうことですね。いきますよ。はい。ちょっと待ってくださいね。開いたね。ね。これが。ご主人様どうぞ。的なね。時間かかったからもう閉じる。うわあ、充電した充電した充電した、うわあ、もう一回取って、取るのがね、あの開閉して、開閉するな、この、銀色の部分ね、銀色の部分が両サイドにありまして、そこを押すと開くので取れます。で勝手に閉じる、賢いでしょ。いきますよ、ほら充電するわけよ、すごいね。車の電源って言ったわけですけど、エンジン切ってもこうやつはひっついとるね。あえ、じゃああれやね、エンジン切ってからやったら出されへんってことやな。あ、開けるわ。ただ自動で、あ、閉まった。え、あ、そっか、これだ、これが動くね。だからほら、これが、あ、そっかそっか、あら、うん、ここは止まっとるわけね。そういうことですよね。なるほど、はい。一旦止めとくわ。あ、と、ごめん、止めて、途中止めて、途中止めて、はい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 、びっくりしたな、途中で止められて。第一段階はこれで OK です。母君は立ち仕事になりますけれども、はい、出てまいりました。すごい形や、贅沢だね、なんか知らないですけど、どっちが後ろでどっちが前かっていうのもあるのかな。お、サイズ感的にこれが上がってるよね、目の錯覚かな。どっちが前とかっていうのを書いてなさげなんですけどね。え、でもやっぱこういう風にはめてらっしゃいますね、説明書を見ると。でクッションが付属してます、こういうのですね。保護シート、何を保護するの自分。本体と純正カップホルダーが接する面に付属の保護シートを貼ってください。はいはいはい。傷をつく恐れがあります。あ、なるほど、いきますよ。もうこれでもうめっちゃカチカチと回って、持って触ってみましょう。わ、すごい。そうやろ、うん、全然そうでしょ。あの前のやつ前のやつと比べたら前のやつどうだったかな。前今回何本ぐらい、これ2600円とか。あ、微妙な、微妙なラインですね、うん、これが、まあ、使い方としてはこうですね。目がってさ、でもメガのやつが入るってことやろ。そうや、すごいな。何入れへん。あ、入るよ、ほら。あ、いいじゃん、チコラ来たね、これ。ほらめっちゃ簡単だね、一瞬やったね。ちょっとマグニカこの辺に入って、はい、顔、あ、よいしょ、全員取れたよ、全員入ったよ。あなた、携帯、モップ、コルダ、全員。マジか、記念撮影、記念撮影や、イエーイ、記念撮影。今日購入、オートバックスで購入しました。マグリーさん進化、マグジョーさんが、はい、どん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 前にやってまいりました。いや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 、マグリーさんが撮影し始めたら曇ってきたよ。どうも、ほら母が撮影協力してくれてるんで、いい感じ。お、現れました。これでしっかりと、はい、ではね、剥がして、じゃあ片方ずついこうか。ちょっと待って、ね、ありがとうございます。すごい細かい作業していただいてる。行くよ、行くよ、これで。すごい、ビタ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 、どうでしょう。素敵、素敵ですね。こちらにはマグニーと書いてます。ちょっと見て、ハンドルの間からハンドルの間から、こんにちは。ピントがあっちになってくれてないねんけどな。ハンドルに合ってるという。これが多分バルブなんですよ。開けただけでは出ません。車、あの自転車と一緒ですね。ここに。あ、かわいい。かわいすぎるやん。取られへん、大丈夫。おるな。やっぱりさ、面白いもんで前輪の方が汚れてんねんな。前輪駆動やからやろな、基本。あ、いいですね。で、ヒヤさんも寄ってもらって。あ、いいね、いいね、いいね。かわいいね。これと、これと、これ。はい、ということで、今回、マグリーさん、久々にいただいたプレゼントと、オートバックスで購入したものを装着させていただきました。いかがでございましたでしょうか。まだまだ世話になると思うので、マグリーと共に、今日も、いや、これからも、
車中泊頑張りたいとこなんですよね。家族で車中泊やりたいって言ってるんですよね。そうです、はい。テテテリリンテキリンテリリン。というわけで出発準備して出発したいと思います。はい、皆さんまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。